ナタギチャンネル、えー、どうも、たけしです。よろしくどうぞと言っていいでしょう、えー、今回はですね今まさに、あのー、r 1グランプリ2021を見終えたばかりなんですけれども、あのー、今回から r 1グランプリもあのリニューアルするというようなことで、えー、出場者も芸歴10年未満の 肩に絞って、えー、新たな r 1グランプリを歩み出すというようなことでの第一発目という感じでね、えーまあ、私、まあ、ね r 1にそこでこうみんなと、ね、しのぎを削って戦った、えー、うちの一人でもありますので、まあ、その新しくなった r 1グランプリはどうしてもやっぱり気になるなというようなことで今まさに生で見させてもらったんですけれども あのー、まあ、あ優勝者はもう大体的にニュースになってるんで、もうネタバレ的なことを、まあ、言っちゃいますけども、えー、ユリゆりやんレトリバー、うん、あのー、貫禄でしたね。うん、もう本当に、決勝3組、えぇ、ー、かがやのかやくんと、えぇ、ー、ザーゼーと、で、ゆりやんと3組残ったんですけどでももう、あのー、 うん、もうあの圧倒的かなという感じでした。表現力とか、まあ、笑いの量もおそらく、まあ、会場におったらもっとウケてるなという感じだったんでしょう。テレビ見てても、ああ、やっぱ一番ウケてるなという印象もあったので、まあ、そういう面でも、まあ、有利やんかなというのもあったし、やっぱ頭一つ出てたかなという印象でしたね。 で、やっぱり気になったのは10年未満になって、どういう人たちが、あまあ、決勝に来てるのかな、来て、えー、どういうネタをやるのかなっていうのは、やっぱり一番気にはなったところなんですけれども。まあ、ね、芸歴、それこそ2年目の女の子とか、えー、高田ポルコちゃんやったかな。うん、高田ポルコちゃん。まあ、乳首のネタをやってましたね。<laughs> うん、まあ、あん、 まあ,あれもなんか本当にあの自分の世界観をえ存分に出してあの楽しんで,できやれてたのかなというのは見てても思いましたねだからそういう意味ではあの根性があるんだろうなというやりきってたかなという感はありましたね今のあの子ができるものを精一杯出してたなっていう印象でしたうん、なんか高田ポルコちゃんのネタ あの乳首、本当に乳首を探しに行くロールプレイングゲームをしてるみたいな感じでしたね。乳首を探して、えー、その目的の乳首をゲットするまでっていうような、な,なんかゲームをやってるような感覚で楽しみました。はい。あと他印象に残ったのは、まあそうですね、松倉はね、あのー、やっぱ敗者復活で上がってきて期待感もあるんだけれども、 やっぱり松倉のネタ自体が何やろな順番ででううと真んん中ぐらいに見たいいにたななっていう感じなんですよねどうしてもこう芝居仕立てになるしどっちかというとこうしっとりと見せるタイプな子なのでうんなんかそういう面ではやっぱ一発目にやらなあかんっていうのがちょっと順番的には恵まれてなかったのかなっていうのはありましたねまあそれはねしょうがないんでしょうけど。 あのネタの構成的にはすごく良かったです。うん。あの、まあ、いわゆる、なんか、あの、お芝居仕立ての、えー、見せ方を最初にしといて、実は、えー、彼女とやり取りしてたことが、次の、その、警察官に尋問されてたことにつながりますよ、みたいな。まあ、いわゆる劇団のお芝居とかでよくね、あるパターンのやり方なんですけれども、非常にそれをピンネタでやって、えー、まあ、構成力も3分の間でしっかり見せて、みたいな、うん。ネタの印象としてはすごく良かったんですけど。 一発目っていうのはちょっと若干ちょっとかわいそうかなっていうのはありましたね。ですね、ザジーなんかも、まあ、大阪でね、もうバン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 あの子はやってる子なので、自分の世界観も、まあ、あのどれだけ精一杯できるかなっていう100、100%その瞬間瞬間を出せるかなっていうところにかかってたと思うんですけど、やっぱ決勝に行って、2回目のフリップの時にあのちょっとね、とあの手こずるところもありましたね。 うーんあのフリップがあのピンで止まってたりとか最後ねあのフリップの一文字が出てなかったりとかっていうちょっとしたミスもやっぱあったんですけどそこはもうああいう大会での場数の差が出たかなっていうのはありましたねユリアンとの、うん、でもあのネタの印象的にはすごく良かったんじゃないかなと思いました。うん あこの子はこういうことをやるんだなっていうのもはっきり分かったしでそのキャラクターっていうのもね、あのー、思う存分にアピールできたんじゃないかなというのも思うので、うん、ザジーはすごく印象的にはあのー、爪痕を残せたんじゃないかなというのを思いましたね、うん、あとはね本当に僕はほんとにお初というか初めて見る子ばっかりだったんですよ、まあ、土屋くんんなかもね、あのー、本当に あのー、自転車をこぎながら、ね、その自転車のロードレースで頑張ってるやつが途中から田原敏子の <laughs> 田原敏子の口調になってどん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 田原敏子に洗脳されていくみたいなね。 えー、非常に若いのにそういう発想が思いつくってすごいなっていうのは思いました。うん。まあだから、あの、多分普段生活してて、田原俊吾さんをテレビで見てて、やっぱりあの喋り方特徴的やなとか気になるなみたいな思ったんでしょうね。うん。田原俊吾のモノマネで押すっていうのは非常になんか面白いなと思いました。はい。あと印象的だったのが、やっぱり吉住ですね。吉住は非常にあの自分の世界観でネタをできたかなっていうのはあったんですけど、うーん、なんか、 だから、吉住的にはあのやりたいことをやれたしあの自分の世界観は出せたっていうのはあったと思うんですけどでもあのやることはやったので悔いは残ってないみたいな印象はありましたね吉住のネタを見ててうん非常に面白かったしあの今の吉住、 がやりたたいことはできてたのかなってあとは初めて見たんですけど、ケントフカヤ君・深谷くんうん、あのフリップの3枚、3面のフリップを使って、どん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 、あの、ネタを繰り出していくっていう、あの子は初めて見たんですけど、最初、ん大丈夫かなこれ。 っていうような感じは見ててあったんですけど、どん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 あの後半につれて尻上がりによくなって、スピード感も増して、テンポも良くなってみたいな。で、見せ方も、あのその3面の見せ方も見てる側は慣れてきて、ようやくあの世界観をつかみ出してっていう頃からすごく良くなりましたね。笑いもどん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 上がっていってたし、印象的にはすごく良かったです。うん。見せ方もうまいなというのを思いましたね。うん。 まあこれからの R1 グランプリを支えていくうちの一人かなと。まああと、ユリアンですね。ユリアンはやっぱり一本目も二本目も、あの、さすがやなというのは思いましたね。うん、あのー、一本目の入り口が OL のネタで,で、なんか、あ、OL コントが始まるのかなと思いきや、どん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 普段の、なんか、ユリアンのやりたいボケをやり倒して、で、途中またこう、OL に、 はめ込んで辞めさせてもらいいいますすっっててうう辞表を出すっていうで2本目の決勝のネタなんかももう本当にいいなぁと僕が思ったのはあのー、キャラクターに入らずに本当に今のゆりやん・レトリバーという等身大で思いっきり自分の今の言いたいことやりたいことを貫けたのは良かったのかなというのは思いましたね。うん まあ普段、だから、ネットとかで自分が言われてることを見て <laughs>、何を言うとんねんとか、やかましわとかっていうことを思って、あのー、あのネタを作ったんだろうなっていうのもあったし、やっぱり今のまさにユリアンが言いたいこととか、うんその言われてることを、じゃあ私は受けと一旦受け取りまして、これをネタにして、あの、倍返ししますよみたいな。うん なんか今のユリアンのいろんなものの塊がすべてあのネタに出てたのかなっていうネタが終わった時点で3人のネタが終わった時点でああもうユリアン優勝したなっていうのもなんか分かったしそれだけのその空気感というかあの全部その場をユリアンワールドで荒らしてたなっていうのを思いましたねまあ大会的にはその。 芸人のの皆さんすごいい素敵やなっていうのは思いました、ね、あとまあ個人的にはちょっとちょっとさちょっとこれ寂しいなって思ったのはやっぱりあれだけのメンバーの審査員を集めてたからもっとあの言葉を聞きたかったなっていうのは思いましたね正直。うん、それとなぜこんなことになったのかわからないって。 っって思ったのは <laughs> まあ僕が個人的に思っただけですけどね、あのー、どうして優勝者決まってからもう一度ウイニングラン的に1本目のネタを見せたのかっていうねあれはちょっと、あのー、やってる側からしたらもう恥ずかしさしかないっていうね改めて見せられるっていうのがじゃあその時間を割愛して審査員の言葉聞きたかったし えー、優勝者のゆりやんの言葉をもっと聞きたかったなっていうようなことは正直思いましたうんその辺のクロストークはもっと見たかったな聞きたかったなっていうなんかうん個人的には惜しいなっていうのは思ったかなうんでもあの令和になって r 1グランプリもまたリニューアルしてというような形でまたこっからいろんなことがちょっとずつ改善されて またいい大会になっていくんだろうなっていうのは見えたのでこれからの R1 グランプリも楽しみかなと R1 グランプリ2021の私の個人的な感想でございました、えー、今回は以上でございますありがとうございましたというわけで、えー、ありがとうございましたありがとうマダギチャンネルに来てくれて私からは以上です あと、チャンネル登録だけですよね、お願いしたいのは。私からは以上です。あと、チャンネル登録だけですよね、お願いしたいのは。